あの、いかんせん、あの、うちのところは、まあ、初期の段階で、鮮度にこだわらない。どっちかというと、ロングセラー商品。漬物屋さんってよく言ってましたけど、ロングセラーになるような感じの、やつを作ってますと。まあ、そんな話はね、ちょいちょいとしてますけど、まあ、ですが、おかげさまで4年前とかに投稿した動画も、当時から5再生とかしか入ってなかったけど、今でも5再生入るっていうね。まあ、あの、一応そのあたりはね、年代通りで、それがね、もうちょっとボトムアップしてるはずだったんですけどね、ここまで伸びないとはね、正直予想外だったんですけど。まあ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 、でもね、そんなにね、バーンと伸びるような感じの動画も作ってねえからな、というのでね、まあ別にいいやって感じなんですけどね。そう、初期の段階はそういう感じで作るのと、あと、ネタとかね、そのあたり安定供給できるように、ストックを多めに作れるようにしとこうっていうのは、まあ、もともとは、ただ考えではあったんでしょうね。うん。なにして仕事が、今もちょっとね、忙しくなってくるんで、まあまあ、1日3本投稿っていうとね、なかなか、スケジューリングも、カツカツに、な感じになってるんですけど、これよりね、さらに忙しくなるよとかってなった時にね、例えばもう、明日、明後日の分しかね、で、ずっと作ってますよっていう状態だったら、2、3日ね、もうどうにもならんぐらい忙しくなると、まあ本当あの、今の職場だと、一番残業長かった日で何時間だろうな。7時間ぐらいかな。7時間残業ぐらいかな。8時間労働からの、多分7時間残業ぐらいで収まってるんですよ。まあ多分、あの、普通に働いてる人からすると、7時間残業って言ったら多分、想像つかねえよ、みたいなレベルなのかもしれませんけど、うちその前に働いとったところが、いわゆる、一般的な会社の基準でいくと、残業時間で言うと、なんだ、朝の9時出勤の翌朝7時半退勤やったんやから、だから、7時半にやったんやから、何時か ?22 時間半 ?22 時間半労働で、まあ、単純にマイナス9時間したらいいんやから、13.5時間残業とかか。普通の会社の感覚でいくと。で、しかもね、ワンオペだったんでね、そこワンオペだったんで、休憩時間も確保会みたいな感じやったんでね。とかっていうので、やっとった時に、あ、これはさすがにちょっと大変かな。まあまあまあ、でも、まあ、1時間ぐらいは紙に取れるし、みたいな感じで、ね、やってたんで。そこと、だとね、比べると、だいぶ、その時はさすがに、ですので、投稿期間が空いてた時期はそれです。まあ、うちも15年やってて、まあ、結構間がポンポン空いとって、まあ、消してあるのもあるんさ。なんでね、あれなんですけど、そういうのとかもあったりするんで、まあね、またちょっとそこら辺は難しいところなんですけどね。そう。いうような感じだったんで、まあ、何でね、そんな感じの、ね、もう、とはいえ、さすがに、多分ね、今のね、仕事の感じで、多分ね、その12時間残業とか、ね、その20時間以上労働やってた時はね、言うて、まあ、立ち仕事ではありましたけど、そこまでそのフィジカルをね、ベランボに使うよってわけじゃなかったんですけど、今がね、まず、今の方のがフィジカルは絶対使ってますんで、これをね、20時間とか続けるって言ったら無理無理無理ってなっちゃいますんでね、さすがに。で、いうのがあったりするんで、さあ、ここがね、曲がっていくと鈴鹿スカイラインという形なんでね、まだここは鈴鹿スカイラインじゃない。どっからが鈴鹿スカイラインなとかになるんだろうな。実はちゃんと分かってないんですけど。ちなみにここで、ね、今曲がってますが、まっすぐ行くとちょうど最近、昨日の動画でジョーさんが言ってたところだ。の方には入ってもね、とかだったりしますけどね。さあ、っていう感じでね。まあ何だったっけ鈴鹿スカイダイ何の話してたっけあ、そうそう、安定供給ってね、いうのを、あれするのに、まあ、
一応ね、今の基準としては3週分以上、4週分を、要は4週分先までの分を、作っといたらとりあえず、まあ、安定期確保みたいな感じで。で、3週間以内、3週間を切るようなにはならないように、作っていこうかなっていう感じでやってるんですよ。ただ、それって冷静に考えると1日3本投稿だから、60本、50本は、56本は絶対作ってないとダメだよね。56本か84本のストックの間に収めてるんで、まあ、やはり、普通の動画投稿者からすると、うん。ちょっと、意味がわからない数値にはなってんだろうな、多分。まあでもこういうのもね、変な話、習慣化みたいなもんで、もう、毎日3本動画作るんだと思ってたらな、別に、うん、まあちょっと、ロング3本ね、あれ難しいなってところがあったりしますけど、ショートは挟まって、ショート3本なら全然作れます。特にうちのショーツはそんなに編集に時間がかかるやつではないんで、実はちょっとエンコードの書き出しは、ハイヤーアプリとかが多いんで、ちょっと大変だったりするんですけどね。さあ、問題はこの音どれぐらい拾えてるのかな。今はこれ、坂道で書いてるんでね、実はね、実はめちゃくちゃエンジン音がすごいことになってるんですけど、さあ、大丈夫かな、拾えてるかな、だったりするんですけどね。さあ、問題はこの音どれぐらい拾えてるのかな。今これ坂道に入ってるんでね、実はね、実はめちゃくちゃエンジン音がすごいことになってるんですけど、さあ大丈夫かな、拾えてるかな。お、坂道なんで、軽はやっぱ大変です。そして雲が結構怪しいな、大丈夫かな。さあ、気泡層のフロントのやつ、穴が出てきたね。気泡層もね、ちょうど昨日、収録的にはね、昨日、ジョーブログさんがアップしとった動画で言ってましたよね。そう、あそこいいんですよね、うちもね。あれね、宿泊だけじゃなくて、日帰り温泉施設としても結構有能なところでね。日帰りの場合もフロントから行くんですよ。そう、フロントでね、受付のところで、すみません、日帰り入浴ですって言ったら、そのまま、どうぞ奥に行ってくださいって言われてね。うん。ケーブルカーに乗って降りてって、で、その日帰り用の入浴施設、いくつかあるんですけどね、分かれとって、ポロ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 。うん。それぞれで、ね、なんか料金制定とかが違ったりするんですけど、などと言うと、私が普段行くのは、もう一つの方の、昔からあるやつを使ってるんですけど、この間には鈴鹿スカイラインなのかな、もうちょっとさっきからかな、うん。あ、ちなみに今回実は SD カードのシェイクダウンも兼ねてます。うん。それもあってその面屋とかにはしてないっていうのもありますけどね。うん。特化からかな。おぉ。あれ、おそらく今日24度なんだ。そんなに高くないしね。通行止めも出てないし、行けますね。よいしょ。そうか、別に外の音を入れても、これのその AI 機能だったら大丈夫かな。あ、なくなった。いや、でも暑いな。24度にしちゃ、むしっとするな。よいしょ。ま、ぼちぼちと登りながら行きましょう。